Turn the radio up. FM Osaka.田中さん、はいはい、回ってます。あ、どうもどうも。つけて、メガネパッカーンで田中でございます。どうも。マークの紹介、失礼しました。はい。千日後に続く田中がだいぶ続いてきてるんですけど。そうよね、はい、続いてますね。ちょっと新しいことをやりたいなと思います。今さら？今さら。今さら。もう300切ってるで。そうよ。そっか、1年。切ってるから、ね、300も切りましたよ。今日はあの田中懺悔室というコーナーを田中懺悔室やろうと思います。簡単に言うといろんな人のお悩みを田中さんがバスバス切っていくという。切れるかな、はい、切れるかな、自信ないな、そういうの。まあどういうのかっていうのをちょっと僕らがシンプルに悩んでいることを今、はい、言っていって田中さんに回答していって、わかりましたんですけど、はい、はい、いきますね、はい、カニちゃん、すいません、私はカニちゃんです。カニちゃんです。カニちゃんです。カニです。あの、私は10月からあの席の場所が変わったんです。うん、車内で。そうね、で、うん、今の席が奥なので、はい、いい、落ち着くっちゃ落ち着く。そう、だからそこはなんか、うん、広く使えるしね。そうそう、羨ましいな、そこ。ただ、一個問題がありまして、うん、めちゃくちゃ寂しいんです。はい、どうしたらいいですか。もうどうする、車内に歩き回る、私。いろんなところで仕事する。田中さんだけフリー。そうか、フリーアドレス。フリーアドレス。フリーアドレス。田中さんが自ら解決してくれ、はい、フリーアドレス。フリーアドレスしたら。うん、いろんなところで、確かに。だって、コミュニケーション、だって人とコミュニケーション取るのが仕事ではないですか。うんうん、取りやすいところで、取りアドレスもいいんじゃないですかねと思うけどな。うんうん、ね、あんまりこだわりすぎずで。確かにね。うんうん、結構いない人の方が多い。なんかあの、カニちゃんの部屋じゃないや。あのデスクに来たらなんかおもてなしがあるのでみんなあそこに呼ぶとか。なんか用意してる。お菓子が出てくる。お菓子が出てくる。はいはいはい。できるような、うん、お紅茶とか置いておく、うん、ちょっと楽しいですね、それは。なんかそこでなんかサワー会がやってるなんか、コーヒー文化置いとくとか、いいじゃないですか。仕事進む、うん、全然やばいです、ね、こっちが行くか、来てもらうときにおもてなしを。これいいじゃないですか。おもてなし、楽しい。なんかいいですね。いい感じ、いい感じ。いいです、いいですね。はい。はい、じゃあ最後。最後。あ、最後見たやつ。最近太ってきたんですけど、なんかいいダイエット食みたいなやつはないですかね。お、ダイエットコーヒーです。すごい、ラジオ食品に売ってます、ダイエットコーヒーです。やっぱいいですか、それ。あの、いい気がします。まだちょっと飲み始めて日が浅いんで。あ、まだね、これから飲み続けて。そう、ぜひ。なんかあなたも歩き、でも歩いてるよね、家までね。歩いてるよね。歩いてます ね、 ね、それ以上に食べて飲んでる。いや、あとは歩き方じゃないですか。ああ、うん、ちゃんとね。そう、ただにダラダラ歩くんじゃなくて、ちょっと頭をくっと上から引っ張るような感じ。ウォーキングですね。うん、そうそうそう。そこを変えたらちょっと運動になるじゃないですか。うんうん、ちょっと息が切れるくらいの速さがいいって聞きます。うん、そうね。有酸素運動。なんかいいこと言ってる。オッケー。イエーイ。なんかみんなで運動する企画とか。ああ、いいかもしれないですね。そうじゃん、そうじゃん。なんか、みんな太ってきたっていう話を聞いて。やばい。なんかウォーキングしたいね、土曜日とか。ライブ行く前とか行った後とか。で、ウォーキングチャレンジする。ウォーキングチャレンジしましょうか。うん、そういうのはありかもしれない。一人でやると寂しいからさ。確かに。なんかみんなでやるとなんかバントができる。そうですね。それもいいかもしれない。いいですね。まあ、こんな形で。はい。ちょっと喋りすぎました。いろんな人から質問を募集していこうと思う。はい、あ、なるほど、はい。どんどんこの YouTube メンバーだけでなく来るんですね。はい。はい。来るかな。懺悔室に来ます。このチャンネルに来てください。はい。待ってます。ということで。
あ、チャンネル登録こちら。いやー。高評価。高評価。よろしくお願いします。お願いします。Turn the radio up. FM Osaka.